はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃんニュースフィフティーンスアニバーサリーライブ2018ストローベリーというこのライブ映像を見させていただきながら私がですねああでもないこうでもないと思ったことをお話ししていく動画今日であっという間に4本目になってまいりましたけれども本当にねこれまあ15周年記念のライブということでねやる曲数も非常に多いんですけれどもなんかねやっぱり 前回ね、エプコティアもそうでしたけども、でネバーランドもそうでした。こう見ていくと、どん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 曲の展開が、ね、進んでいってね、見入ってしまうんですけれども、大体2曲でね、他のグループのライブも見てきたんですけど、もうね、最初2曲でしたけど、その後三3曲でしょ。で、前回も3曲。はい、今回はハッピーバースデーの次ですから、合言葉、チャンカパーナ、サマータイム、この辺に行くんですね。あら、もうちょっと行くとフルスイング、そして、ユーアノタローまで来ますよ。あら この辺楽しみですねでその後 MC だからこの5曲をもう2回ぐらいにちょっと分けてねどこで区切れるか分かりませんけどまずは合言葉からいいってみたいと思いますそれではイヤホンをしてください私じゃないと聞こえませんよ。どこ行ったはい <laughs> 一人であわあわしてますけどそれではいきましょう合言葉から、えー、37分05秒のところからですね再生ポン来るかな キスしたり見つめたり近くで4人の合わさった声いいね響きがいい甘えたり泣いちゃったり手越く君かわいい支えて君と僕だけの合言葉綺麗なメロディー手伝て手伝て手伝って手って,とって愛手伝って手って難しい手ずって手伝って手伝って手伝ってる伝ってね。て れれた日気まぐれな風においいねまさくん柔らかい歌声まだ知らずのあの話をまた聞かいいねずっと笑顔で歌うと難しいんですけど素晴らしい小山くん強くなれたからここまで来たよだから君へ全力で返すよいいよ安定してるよ音程加藤くんだから今があってやっと叶え さあ、たこの幸せ。四合わせって書いて幸せ。世界中の手ごしく。どこよりも灰で溢れてるよ。綺麗なロングトーン。キスしたり、見つめたり、近くで甘えたり、泣いちゃったり。いいね、小山くん。ささあ言えて、君と 僕だけの合言葉。4人ともいいですね、表現が。手伝ってとって会いたいよ。手伝ってとって愛してる。どういうことですか手伝ってとって。10年前の僕よりもずっと君を。手越くん近くだね、こ,れここから見るとやっぱり。お客さんから見たら。 同じ星が今見えるなら加藤くん。ただそれだけで壊す誓い繋ぐ思い変わらずにずっと冷めていた小山くん。あの頃の声綺麗だよね。安定してるね、音。もう二度と泣かさないさ、まさくん。どんな時もたくさん伝えるよ。すごいお客さんの方指さして。 愛の言葉、素晴らしい。マイクあんな離れててあんな綺麗に乗らないですよ。声は相当声量出てる。優しくてまん丸の時間も僕の言葉に魔法かけて手ずてってとって会いたいよ。何ですか手ずてってとって。手ずてってとって愛してる。 雨上がりの道を抜けて、道を抜けて、その先の四つ角、四つ角曲がればか。空に、鳩の飛行機群も、いいね、手越し君、こう。ずっと三角つわりしながら、面白いね、この歌詞。丸くほほ笑み、そっとうなずいた。難しいメロディー、家族うまく歌えた。キスしたり、見つめたり、近くで、 甘えたり、手越くんうーうー素晴らしいねいろんなことできる君と僕だけの合言葉手づてってっとってこれ何ですか手づてってっとってそばにいてすごいね手ごしん、ずっとおーうー君と見るこれからの未来は 華やかで輝いて広くていい歌だよこれ合言葉重ねた時また始まる手伝てってこれ何ですか手伝てってとって愛してる手僕あちょっとせじゃなかった僕たちの電波パにパサリーあ10周年の時にやったのかなこの歌ってそういうことじゃなくてステージから見る景色綺麗でありがとうと手越くん 手を叩いてますで、みんなありがとう加藤くもお,お礼を言ってなんか最後の曲みたいな空気になってきましたよ今日は一緒に声出して暴れようぜテゴシくんそんなことないですよねまだまだ続きますよさあテゴシく大きく手を振ってお客様にねキャーキャー言ってで、さあ今度スタンドマイクになりましたよ4人がこの次は出たチャンカパーナてかるかってかるか

深夜バスで君を見た。息を飲むような黒髪。まさかあ、あ、あ、やまかい、あ、じゃあじゃあ、甘い、あ、あ、あ、甘、柔らかいと甘いか言えない。甘い声、柔らかい声が出てる。のびのる、てこしくん。一人じゃ悲しすぎる夜さ。誰かと話しだったった。君も嬉しそうで、どちらかともな 手を握る「ベビーちゃんちゃんちゃんカパーナーちゃんカパーナ」「痛いほど君が」「増田君かわいい」「欲しいよもうじんじん燃えている」「体は止まらない」「ベビーちゃんちゃんちゃん,ちゃんカーナーちゃんカパーナーあ」あ前のアリーナの人が後ろ向いて4人の後ろ姿見てる人と前向いてでっかいモニター見てる人と2つに分かれる」「痛いそう」 夜の吐息チャンカパーナーえー、かっこいい曲ですけどね毎度チャンカパーナーってなんだろうってなりますよね。さあ手越くん美しい声にする <laughs> 美しい声にするよ加藤くん美しい声にするから小山くん増田くん約束するよチャンカパーナーと誰ですかだからチャンカパーナー。 月が二人を探すからいや世界から身を隠すと手越しくいいねさあ松くん後ろから手を目を隠して褐色の無能だねマイクマ松くんこんなとこへだからタカタカタタラタラチャンチャンチャンカパラチャンカパさあスタンドを置いてみんなハンドマイクに変わって「欲しいよいやジン燃えている」 体は止まらない。いいね、口の開き方、増田君。ちゃんちゃん、ちゃんかパーちゃんかパー夜よの腕にしがみついた。かしゃなその肩にふるってしまいそう。いいね、この伸ばそうといいね。夜の吐息の中、ちゃんかパー,ナー加藤君いいよ。顔をぐっと下げて。 鼻と口の間ぐらいから出すつもりでチャンカパーンうわー手越くん素晴らしいあーすごいすごいすごいロングトーンサンキュー素晴らしいロングトーンですねさあ今度はグッとまた4人が集まって3曲いっちゃいましょうまたサマータイムンンンバスドラというねドラムの足で踏む 低音がすごい響いてかっこいいです This is the summer time 夏の前に君に会えたから最高の波が来ているのさ I want you to know the same m o t i o n 駆け足で攻めてもいいんじゃない難しいメロディ待ちきれないよビューディオであの下り難しいねいれてもいいんじゃないあれ下りすぎちゃうんですよね、普通に歌うと綺麗に取れてました、4人とも 手招きしてる太陽家族集まる人ざわめきそこで見つけた「いやいやいやお客さんよくしてるね」All <right>「オーイ溶けたアイス握りしめながらちょっとヤバめに」君「まさくんあんな踊りながら声全然ぶれない」oh, yes「オーイエス走らせる」「手越君くんちょっと明日も」 会いたいかも今年の夏期待してもいいでしょ This is the summertime 夏の前に君に会えたから最高の波が来ているのさ素直なまま伝えるから潮風に願いこのステップかっこいいけどできないね夏の前に君に会えたから 夜空を見に海詰めらせせだららいう映 <laughs> れ出せたら言えなかった駆け足で攻めてもいいんじゃないこれ難しいね待ちきれないよビューティフォーでバッキューンかところ声はまさにちょっさり超特急思い膨らんで最上級決めてみせるぜバッキュー,キュー さあ、小山ん見る君。今より決めたみたい剣とつながるよね未来へとこうの一緒のプライベートサマタイずっとみんなでよすごい手越君。夏の前に君に会えたから最高の波が来ているのさマス君。素直なまま伝えるからマスターくの肩に手を置いた手越君ん見てみんなキャーです 夏の前にさあすごいちょっと空が暗くなってきていい感じになってきましたね日に海連れ出せたらアボチュー s のマ e スイエモーション駆け足で攻めてもいいんじゃないすごい待ちきれないよ beautiful day、えー、難しい This is the summertimeThis is the s u m m e r t i m e My c h l d サマーまたなんかなんか踊りがあるねみんなね「タラララじゃあキャー」で今ポーズを決めてはい一旦ストップでございますいやー今のねサマータイムですか何回も言いましたけど「だけ足で過ぎて過ぎて」す なんか駆け足でタラ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 ってこう降りてくるとこありましたけどあれねほんと難しいんですどうしてもメロディーって上がってくるときはみんなきっちり取ろうと思うんですけど下がってくるときは歌う方がちょっと楽になってくるのでねああいうずっと下ってくるメロディーって気が付くとちょっとね正しい音よりも低くなりすぎちゃったりするフレーズなんですよねこれはまあよくあるあるなんですけど。これまあ4人がレコーディングでちゃんとね歌ってるところもあると思うので。 そう下がりすぎずにきっちりとれてましたけどあれ皆さんカラオケで歌う時には要注意ですよ要注意いやしかしね合言葉もすごいいい曲だったしチャンカ・パーナーもちろんめちゃくちゃ盛り上がるしで今のサマータイムはねあの派手さはサビのところないかもしれないですけど非常に心地いいあの本当にこういう夏のね言ったら夕方これが夜にかかっての ま、これはすごいあったかい気候だと思うのでそういう中で聞いたらすごい合う曲じゃないかなと思いました「サマータイム」いやすごいねほんと何度も言いますけど「嵐」じゃない嵐じゃない,嵐,ゃない,嵐,ゃない嵐の動画もいっぱい見てきてからさらんと「嵐」って言まいましたけどニュースのこの歌声というか歌自体すごいねなんかキャッチーというか耳に残りやすいというかねなのでなんかねこう本当に私はね何度も言って申し訳ないですけどあまり 知らない曲が多いんですけど、でも覚えて歌いたくなっちゃうみたいな曲が非常に多いんですよね。でもこれはね素晴らしいやっぱニュースの大きな魅力の一つだと思いますし、それを4人が今ねいろいろ踊りながらとかこう皆さんに手を振ったりしながらでもちゃんと音程が取れて歌えるのはこれまた素晴らしいことだと思いますので。 はいいやお見事だったと思いますあっという間にまた3曲見てしまいましたけれども今回はこんな感じで続きはまた明日以降ということで皆さんまたよろしければ見ていただければと思います。ということで今回はこんな感じで皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。